は？やあ、行くとしよう。行くとしよう。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね？はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよ、エレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあな、アルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、みんなもね。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。シンペイ、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。やったぞ。討伐しておいた方が良さそうだ。シンペイ、やるぞ。よし、討伐完了だ。先に進むぞ。拠点を頼むぞ。シンペ、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。行ってやれ。また巨人か。続けて鉢合わせるとはついてねえ。の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。なんでこんなに巨人が出るんだ。やるんだ。離せ。やっ。か
数も多くなってきてるぜ。ダク、索敵班は何やってんだよ。よし、逃げたりしねえ。をしているな。巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。シンペ、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないと。まあそうだ。やったぞ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。拠点は任せた。毛が乱れちまってるようだな。悪いな、シンペ。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。お前センスがいいな。
巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。逃げたりしねえ。お前なんでここに。マイ、手を貸してくれ。助かったぜ。しかし陣形の中でこの状況は異常だろ。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、連弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、連弾の方へ行ってみるぞ。加勢が必要かもしれん。してんのか。まずいな。負けねえ。死んだぞ。すまん、こっちを手伝ってくれるか。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。加勢してくれるか。いい動きをしているな。助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。苦戦してんのか。まずいな。
早すぎる。巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。あのイーケズした巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。空だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのか。もしかして来たぞ。エレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。本当に知性がある。みんな気をつけて。ぶち込まれてえか。やったぞ。また巨人の群れが。
やっぱりこいつが呼んだのか。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。次は十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ？あっちは中央後方。もしかして、エレンがいる方へ。